ちの限り激しくライブゴーゴー。欲望だけで正気を保つ、心乱すように影朗の先で手招きしてる、幻が笑う一瞬の油断さえ命取りの世界さ。命の限り立ち向かうデザイン、もしも倒れてしまえばここは孤独なレスティングプレイス。灼熱の風吹く砂嵐の中、激しくライブゴーしてんじゃん。さすが特殊コースでのエリート隊長さん。勘違いしないでください。私があなたに聞きたいのは、なぜ無断で捕虜を尋問したのかということです。先生すみません、私が知らせちゃったんですけど。まさかあんなひどいの先生がやったなんて。だってよ、敵の動きは納得できねえんだもん。捕虜が言ってたぜ、積み荷と車必ず無傷で乗っ取れって命令されたってな。クソ目当てにしちゃ大げさだよな。何かあんだろ、コソコソしなきゃなんねえことがさ。提示できる情報は全て明かしました。あなた方は納得して契約したはずです。めえ、そう来るとは思ったけど頑固だね。どこへ行くのです？偵察。金もらう前にどっか行ったりはしねえよ。行くぞ、こちら。はい。夏子。カンタの言ったことを信じたわけじゃねえが、だが、もし一人で重い荷物を背負ってるんだったら、俺たちが肩代わりできるなんて思っちゃいねえが、なんちゅうか、お前の役に立ちたい。そこんとこだけ覚えていてくれ。ありがとう。はい、一人残らず配置につきました。ターゲットに動きはありません。よし、バキュームカーの修理の終わる直前を待つ。監視を怠るな。了解。やれやれ。なんだよ、全員配置ついてねえじゃねえかよ。ちっ
っちゃいな、おめえ。ベーケ。くそ、さては貴様、砂坊主。投げだけ気抜いてたてめえが悪いんだ、マハヌキ。捕虜のマスクかすめ取ってくるなんてさすが先生、抜かりないですね。てめえの非常識さを忘れていたぜ。まさかこの状況でのこのこ出てきやがるた。いやー、ほんとは状況見に来ただけだったんだけどね。優雅に過ごしてるバカを見つけたもんで。うん、なんだそりゃ。バキュームカーの中にあった薬。ひょっとしてそいつは、何でも喋っちゃう、あのヤバい奴かよ。量間違うとヤバいことになっちゃうらしいけど、気にすんな。わかった、喋る。何でも聞いてくれ。素直なのはいいね。おめえは、妨害鉄砲発信機を始末してこい。あ、はい。さてと、今さらうんこ目当てなんつったらぶっ殺すぞ。おめえら何狙ってんだ。D9 知ってるか。西オアシスと南オアシスの境界線、無政府地帯にある白骨都市だろ。まあ、そこで最近新しい発見があったらしいんだが、発掘隊は盗賊に皆殺しにされちまった。お宝もそいつらに奪われたわけか。南オアシスの軍隊が追跡したんだが、西オアシスの第40給水所付近で断念ということになった。第40給水所俺たちが雇われて最初にバキュームした場所だ。あくまで噂なんだが、そこで見つかったのは今ある科学、最近兵器とは比べ物にならないくらい強力な大量虐殺兵器だと言われている。暗黒時代の兵器。噂だけどな。あ、おめえそれがおっかなくてこんな後ろにいるんじゃ。まあね。結構真実味があるな。あ、じゃあ最後に、雇い主は誰で。まあ見当はつくぜ。南オアシス政府は確かに大量虐殺兵器を発見した。だがそれに気づいた西オアシスが盗賊を装って横槍を入れた。では結果。お、雨雲さん、変です。妨害電波が止みました。バッテリーはまだ持つはずなんですか。こっちで確認する。監視を続けろ。了解。先生、やりました。発信機ぶっ壊してきました。それにほら、昼間取られた武器も。おおこの感触、手に馴染むな。ちゃんと身体検査したつもりだったのに。すみません。このままじゃ済ませねえぞ。くそ、別撃だ。まさか S2 索敵殺し。奇襲が来ます。応戦を。完全に囲まれてやがる。母さん、どうしたんだよ。あんな奴果てにするんじゃねえ。聞こえるかい。カンタ、今どこに。敵の本部だ。もっとも今は皆そっちに行っちまってガラ空きだけどね。妨害電波の発信機は潰した。さっさと救援を呼んだ方がいいぜ。あなたに指図される覚えはありません。あ、そう、死んじゃうよ。先生、行かなくていいんですか。あいつらの敵は見たろ。今から言っても無駄だよ。じゃあ何勘違いしてんだよ。俺はこの仕事きっちり終わらせるつもりだぜ。え、そのための仕掛けはとっくにしてあるんだよ。はあ。
それらしいものは見当たりません。やはりタンクの中じゃないんですか。落ち着かないとブツの確認は無理か。まあいい、言われたことは全部やったんだ。これなんとかなりませんかね。身動き一つできませんよ。しょうがねえだろ。こっちのトラックは砂坊主に持ってかれちまったんだからよ。この車で行くしがあるね。カンタの野郎、途中で見切りやがって。人質など通用しませんよ。はっ、それはどうかしら。地平線に砂煙、戦闘車両多数、西オアシスの追跡隊と思われます。やはり援軍を呼んでいたか。だがどんな戦力で来ようが成功法では攻めてこれない。俺たちがそうだったようにな。最悪最強の大量虐殺兵器を握ってるんだ。ただひたすら突っ走るのみ。のみのみ、前方に障害物。取られたトラックです。なに。砂坊主、マシンガン一丁で取り返そうってのは賞賛もなしに仕掛けてくるような奴じゃねえと思っていた。いや、あんな時に出てきやがる。運転室、どんなことがあっても止めるなよ。機関砲、前方のゴミを吹っ飛ばせ。了解。マシンガンの音は。どうした前方に砂坊主が出てるし。あいつ今さら何しに。先生、なんであんなところに仕掛けた爆弾に当たるんですか。当てるんだよ。でももしそのショックで大量虐殺兵器がどうにかなったら。そん時は敵も味方も仲良くオーダーブツで。だが心配無用、電気配線をぶっ飛ばす程度に計算してやる。そんなことよりおめえも撃て。足を止めればこっちの勝ちなんで。スナブーズ、てめえ何考えてやがる。撃ちまくれまくれ。同じだ。あんな思いをしたのも、惨めだったのも、私に力がなかったから。だから必死に勉強して強くなりたくて、差別にも耐えて、いろいろなものを諦めながら頑張ってきたのに。早くしろよ。うんこで滑って。お前ら。おお。兄貴。この死に損ないが。ボキバラだ。怪我してるぞ。だらしねえぞ。グズグズしてんじゃねえ。なんだと。そっちこそ引っ込んだ。
やろう。あっバカ、銃はダメだ。外回りで暴発するぞ。息が いかん。ヘルメットを取れ。クレーキがクソ詰まったら失速するぞ。出ろ。バこちとらとっくに鼻がバカになっちまったぜ。こんなんな慣れちまったもん勝ちなんだ。それも耐え。ああダメだわこりゃ。んだが、特殊部隊の女がいれば西オアシス政府の犯罪を証明できる。負けるか、来い。生きのいい女は好きだぜ。ミス！アツコ、妹は許せねえ。来た！ミシオアシスの追跡隊だ！逃げやがった。兄貴。兄貴、傷は？どうってことはねえよ。ごめんなさい。私がだらしなかったから。何を焦ってたんだろう。カンタが憎らしくて強くなりたくて、みんなのお荷物になるのが怖くて、置いていかれちゃうのが怖くて、くる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 空回りしてバカみたい。カンタ、こいつ終わるまで隠れてやがったな。カンタ、お前のせいで。そうだ、夏姉ちゃんを泣かせやがって。なんでそうなるんだ。勝手な行動しやがって。うわっ。ああ、すっきりした。夏子さんと先生っていい幼馴染じゃなかったんですか。んなわけあるか。そいつは散々俺たちを悪い遊びに巻き込みやがってんだ。挙句の果てに。お願い、もうみんなを悪いことに誘わないで。あいつらがいちいち突っかかってくるから勝負してやってんじゃねえか。暇つぶしだから別にどうだっていいんだけどさ。やめたとして開いちまった暇はどうしてくれるんだい。暇つぶしに毎日おっぱいを揉ませろですって。夏子は俺たちのために。夏子ちゃんもきっと気持ちよかった。そしてついにこいつは。何やったんですか。やったなよ。やろうとしたけど逃げられちってせ。そのことを知った俺たちが奴を袋にして辞めさせたら、逆恨みしたこいつはうちの便所に爆弾を仕掛けやがったんだ。かかったのは夏子だった。
あの時から夏子の性格は一変した。家族思い兄弟思いの心優しい夏子が家の手伝いもしないで机にかじりついて勉強ばかりするようになって。女だから弱いからいけないんだ。無知だからひどい目にばかり遭うんだよ。ひどい。あ、俺がやったなんて証拠ないだろ。その汗が何よりの証拠だ。あの頃はみんなやんちゃだったよな。はい、川口です。作戦終了。2は届いた。了解。こちらは襲撃を受けましたが、これを撃退、敗走させました。追跡は無用だ。話がついたんですね。司令部に戻れ。任務は終わった。了解。要するに俺たちはおとりだったってことか。相手と話がついたって言ってたな。敵と手打ちしたってことかよ。じゃあこっちは命だってクソまみれになってたな。まったくだわ。あんたが絡むといつもこっちまでうんこまみれ。かなわないわ。でもあなた偵察に行った時何を知ったか知らないけど、これ以上首を突っ込むのはやめなさい。それから依頼は失敗したので、仕事量は半額にさせていただきます。暗殺ですよ、暗殺。こうして、人類史上最強最悪の大量虐殺兵器が、密かに西、南オアシス共同で開発されることとなった。砂坊主はそのことを、十数年後に、最も悲惨な形で思い知ることになる。クソ政府、俺はこのままゲームの駒じゃ終わんねえぜ。おめえだってするんだろ。次回純子と追跡者、見逃したらアフレコ現場。